吉谷さん、先日ね、何回も話しますけども、洋服の青山って私の住んでる町に本社があるんですよ。洋服の青山は私が大学卒業するときにもう花形の職業でした。アパレルって言ってね。で、岡山にはね、当時岡山に住んでたんですけども、岡山には洋服の春山ってあるんですよ。これも紳士服の会社で、洋服の青山と似たようなことやってるんですよね。この2つのどっちかは通るだろうと思ったら、私は通らなかったんですよ。で、いや羨ましいなと、他の人はみんな通ったんですよ。私だけ落ちたんですよ。いやー悔しかったな。でも今この洋服の青山と春山、リストラがどんどん進んでいて、私と同期の子はね、住宅ローンがまだまだ20年残ってるところで、20年以上残ってるところで、中学高校の子供たちを抱えて無職になるわけなんですよ。なんかね、何とも言えないですね。これをね、例えると、すごく身近な例で例えると、目の前にね、3人いました。私を含めて3人いました。目の前に、もうラーメンとカレーがあるんですよ。で、むちゃくちゃ腹が減ってるんですよ、3人とも。で、私は食堂に行くのが遅れたんで、ラーメンとカレーを食べている同僚っていうかね、同級生を見るんですよ。お前ら飯食ってんのかみたいな感じで、うん、食ってるよ、うまいよ、って言ったら、俺も腹ペコだよ、なんかないのって言ったら、あれもうお店閉まりですかとかって、食堂が閉まっちゃったんですよ。で、私だけ無職、まさに職業もないし飯も食ってない無職なんですよね。で、うわ腹減ったよ、どうしよう、俺どうやって生きていけばいいんだって思った時に、畑があったんですよ。じゃあもうしょうがねえ、畑に種を植えてエッサホイサと耕すかと。1年かかっても2年かかっても収穫物が来ないんですよね。で、ある時3年目に収穫物がブワッとあったんで、刈り取ったんですよ。おやっと実ったよ、ネットビジネスみたいな感じで、もうこれ一生分のもう飯食えるよねと、もう米だけども一生分これ米あるよみたいな感じでね。で、あと米の作り方が分かったんで、まあ万が一ね、干ばつとかなんかね、時代の変化とか疫病とかで、食物が取れなくなったら、米が取れなくなったら新しい米作ろうみたいな感じで、ホクホクと YouTube やったり Twitter やったりとかするわけなんですよね。で、ある時にラーメンとカレーを食べた私の同級生がまたお腹空かしてるんですよ。なんかさ、食堂が閉まったんじゃなくて、あれからね、しばらくしたら潰れちゃってさ、俺たち飯食うところがなくなっちゃったんだよ、困っちゃったよって言ってから、私はね、自分のパソコンの中に、まあ、水田があって、お米がね、いつでも取れるわけですよ。で、ホクホク食べてるんですよ。で、当時は若い頃はラーメンとかカレーが食べられなくて腹ペコで死にそうだった、恐怖にも怯えたわけなんですけども、今は、それがなかったおかげでね、自分で作ることができるようになって、なんとかね、やっていけるようになったよ。でも当時カレーやラーメンに飛びついた彼らはもうそこでお腹いっぱいになっちゃったんで、お米をね、作るために耕そうみたいな発想にならなかったんですよ。すでにシステムができてたんで。でもそのシステムが新しい時代で使えなくなった時に、急に途方に暮れたと。で、私はなんか一人でコツ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 こうやって作っていた畑がいつもね、こう収穫物をもたらしてくれるんで、まあ大贅沢しなければやっていけるようになりましたというお話でございます。これどうですかね、ネットビジネスと就職とそれから食堂ってものをね、いろいろとこう掛け合わせてみたんですけども、なんかちょっといい感じの例えかなと思うんですよ。まあでもね、やっぱりね、世の中のシステムとか仕組みを信じて、将来性にかけて一部上場企業に就職した優秀だった彼らは、優秀じゃなかった私と比べて今どうなのかなっていうことなんですよね。下克上だなと思いますよ。当時ね、私がやってることってのは多分笑われたかもしれません。なんか知んないけど会社やってるらしいよと、飲食店潰したらしいよと、麻雀店やってるみたいで潰れたらしいよと、速稼塾とかやりだしては怪しいんじゃないの。どうですかね、今は、笑われた私がこうして、まあ笑ってるとまで言いませんけどもね、こうやって、のんびりと暮らしていて、で、当時ね、勝ち組だった彼らは今ちょっと困っているということで、本当時代の移り変わりっていうのは無常だなと思います。で、私は今ね、そういったかつての同級生、サラリーマンを目指した彼らに何かできるかなと思ったら、40代50代になってもネットビジネスで1億円稼ぐ、ちゃんと自分の暮らしをね、自分で耕していくって、その方法をお伝えすることができる速稼塾ってものを、この8年間かかって作り上げてきたことはね、役に立てるんじゃないかなと思ってるんですよ。それこそね、もう本当に明日をも知れぬ暮らしの方に、少しの光明を与えることができると思うんですよ。そしてそれは全部私がやってきたことであって、雲をつかむような話ではないよってことなんですよね。そして私のやり方っていうのは
一人で稼ぐですからね。最初から最後までテーマとしては一人で稼ぐってやつですから、うん、これね、私はやってきてよかった速稼塾と思いますね。いってらっしゃい。